こんにちは、コーチングアーツです。さあ、スポーツにおける再現性を今、日々、行われている我々の文化におけるスポーツの種目の中でその、質ね、再現的要素がどれぐらい、占めているのか、そんな目で見ていきたいと思います。スポーツをね、はい、種目、分析と称しまして3つのカタゴリーに分けています。1つ目が判定種目、ね、これ言葉にするとなんか分かりにくいんですけど、球技とか武道とか、いわゆる対他的なもの、いわゆる自と他の間の駆け引きやり取り間合い含めた中で、内野しか優劣がつくというものですね。それに対してよしあし一本だったり、球技であればもう明確ですよ、はい、1対0でこちらの勝ち含めて評定種目というカテゴリーに入れております。まずここ見てみましょうよ、ね、この再現性であり真似でありフェイクの象徴ですよね。球技なんてまさに、その現れ象徴であり、武道もそうですね、全て虚、はい、どれが実なのか分かんない、いわゆる陽動作戦、惑わせるみたいなのが大事な戦術で中核に来るわけで、それは戦術、チーム戦術としても集団グループ戦術としても、また一個人の動きにおいてもフェイクとかね、フェイントなんていうのはそこじゃないですか。で、武道においても入ると思わせて逆なんてよくある話、逆にそれがないと成立しない、はい、この技から用紙をかけてなんて、そんな真正面に言って入るかいみたいな話じゃないですか。どこからどう来るか分からない、変幻自在みたいな言葉があるように、真骨頂、ね、この再現性フェイクの真骨頂は、この判定種目に富に現れるかなと思われます。業界で、ね、専門家プロが必ず通る視点とするとね、種目の分け方、評定種目なんていうよりはね、オープンスキル、クローズドスキルなんていう分割が一番市民権を得た分割かと思いますが、中で言うとこの判定種目っていうのは典型的ないわゆるオープン種目ということになってきます。これ面白いですよね。面白いというかもう本当に人間のありようがそのまま出るわけなんですよね。特に旧来でいうこの武道の型と乱取り、ね、組手と型、ね、技の基礎練習でやっぱりこの対極というかね、連動つながりなんですけど別物として扱われるものの考察、一体何、どういうことなの、なぜ型と乱取りが、ね、違うんだろう、区別されるんだろう。この前の東京オリンピックでもそうですよね。日本開催だからなのか空手が入りましたけど、型の部門と組手の部門って分かれてますでしょ。おお、でお互い選手違うじゃないですか、競技者、あれ、あ、別なのみたいな、型しかやらないの、あ、ランドルしかやらないのみたいな、おお、この辺も全然この範疇に入る話ですね。面白い。この場で、ね、その答えはなかなか申しませんが、また別に機会でやろうと思うんですけどね。この再現性においてはもうそのど真ん中にある評定種目というところで確かにそうだということで、把握いただければと思います。または2つ目、評定種目、いわゆるいいね、前ね、じゃあ芸術点、ね、達成点、いわゆる D スコア、E スコアみたいなこと、アーティスティックインプレッションとかね、今でいうフィギュアもそう、もちろんスケートもそうです、フィギュアスケートもそうだし、アーティスティックスイミングですか、シンクロから名前変わりましたかね、全部そうですね、評定種目。これこそ、判定種目がその真骨頂と申しましたが、私からするとやっぱパフォーマンススポーツってこの評定によく現れるかな。だって見せてなんぼでしょ、見せてなんぼなんですよ。ってことは動きなんか全部フェイクでしょ。最近のこの SNS になって映えるっていうじゃないですか、やっぱり動きの映えですよね。もうそれこそどうやれば綺麗に躍動感を持って、ね、エネルギッシュにパワフルに表現できるんだろうって足先まで制御するでしょ、ね、私個人的に体操大好きなんでよくトレーニングも見るし指導もしますけど、やっぱりね、まずどっから出るって、はい、足先綺麗に足先綺麗に足先綺麗にって何億回も聞かされますからね
ね、業界の方はそうだっておっしゃるんですよ。明日綺麗に、明日綺麗、そればっかり。ただあそこにある意味がすごくあって、それはねやっぱり人間の、動物はやらないですよ、あんな綺麗に動こうなんて動物言わねえから。人間らしさの動き、しかも見せるという自在制御の究極って、一つ僕評定種目に出るなと思ってる人間なんですけどね。種目オープンで言うとクローズなんだけどね、このね分割とこの融合が面白いなと思うし、これ一見別物で扱われるんですけど、この話ね別のまたセミナーやるから、あのそちらに足運んでいただければありがたいなと思うんですが、ここのお互いのね相関性、じゃあオープン種目の人がどうやってクローズの感性を入れようかとか、クローズの人がどうやってオープン入れようかみたいな、そんなのがあのすぐね現場で必要になってくる認識にはなると思うんですけど、あのこのスポーツの技術、再現とフェイクの象徴は、僕はこのダンス体操、または金子先生は演劇って書いてらっしゃいますからね、もちろんそうじゃないですか。だから芸を売るという世界どうなんだろうでございますね。全部嘘でしょ。そう、嘘なんですよ、それがまた面白い。もうなんとなく皆さん伝わりましたでしょ。確かにそうだなって区別できないでしょ。できないですよこれ、じゃあ何、全然いらないのか、ね、評定種目だから、判定種目だからって評定種目の観念はいらないのか、感性はいらないのか、言いすぎますね。必要すぎるから言うんですよね、これはまた別の機会で話をします。で3つ目、測定種目、陸上水泳なんて典型的ですよね。この場合はねやっぱり対他的でもないし、観客はいます、聴衆はいるものの、動きを見せるというよりかやっぱり記録、タイムであり高さであり距離でありとい う、どうしても競技者が見せるというよりはその記録への注意の方が強くなるでしょ、そこがね、1番と2番と違うところではあるものの、金子先生はちょっとこれ別にして考えようよっておっしゃってます、けど陸上競技なりに水泳なりの再現、もっと言うとだっていい動きできた、あの動きをこの場でこの試合でこのコンペティションで再現したいんじゃないですか。となれば違うようだけどやっぱり動きの再現ということだけ見るならば、僕は全く同じ軸で考えられるなと思っています。ただどうしてもねオープンクローズっていうとこの辺がね中心に出てくる例にはなりますけどね、同じ軸で考えられるかとは思います。ですからこのままクローズドカテゴリーですね、この3つをね皆さんの日々の活動、指導の現場等と重ねていただくと、また違った目で見てこれると思います。ですからうまく真似する、うまくなりきるみたいな世界が実はパフォーマンス、芸を売る世界の中核だからね、正々堂々全部赤裸々にやって、そんな話は、ね、ないんですよ、全くもってないです、ないです、はい。さあ、そうだなと思っていただいたところで、これ技の伝承と重ねながらの、半分の結論であり運動学からのサジェスションだと思います。ニュートン力学エビデンス主要主義と思われるところのニュートン力学の有効性、意味、ね、価値、もう従前にそれに良くして生きていながらも、その限界性と出会いながら、そうじゃない世界も十分にやっぱり認識して捉えていく時代を迎えているかと思います。それを金子先生はその視点を運動研究に持ちきたしたところが、パラダイム転換ぐらいの話を、言葉で表現されてますね。力強いなと思いますけどね、パラダイム転換 で、ね、全く捨ててそっちに行くのではなく、やっぱり、総合的ですね、今はやっぱりこっちがどうしても頭を持たげてるんで、この世界も十分に捉えて、領域として形成しながらこう組んでいくこと、お互いのこうバランスを取りながら見える世界、データの世界と見えない感性の世界をこう融合していく世界がこれからの発展の方向であることは間違いないですね。我々なんてのこんな解説してますから、どちらかというとこっちに位置する人間なんですよ。こっちにこう火をつけようというこう企みでこうやる人間なんですけど、なんかでもこの再現フェイクっていうのは非常に重要な概念ですし、重ねて復習ですが、そんなことは全部取っ払った時に、人間の学習という現象、この中核でもあるということが唯一残りますね。これはもうこういう罪にも受けねえよっていうことです。再現性の
解説を3本に分けてさせていただきました。はい、これに引き続きですね、5章の、ごめんなさい、5節、あ、ごめん、8節で、9節以降ですね、生き物と生物等と、最後のが軸問題かな、進んでいきますんで、続けてお付き合いいただければと思います。今日はここまで、ありがとうございます。今回も、コーチングアーツの動画、ご視聴いただき、誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が、皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひとも、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。